レゼールは過激なユーモアで知られるフランスの漫画家、風刺画家である。恵まれない家庭に育ったため早くに学業を断念し、種類販売店、ニコラで働く一方、独学でデッサンを勉強した。ニコラ社の社内法に j m ルシオン G.M. などのペンネームで画を掲載しながら、一般紙にも投稿し続け、1958年に当時、 レコーデスの編集長であったフランソワ・カバナに風刺画を送ったところ同誌に掲載されることになり風刺画家としてのデビューを果たした。さらに1960年にフランソワ・カバナとジョルジュ・ベルニエがアラキリを創刊した際にフレットラと共にこれに参加した。バカで意地悪な新聞と銘打ったアラキリは当時のカウンターカルチャーを代表する存在でありその斬新で ショッキングの内容により報道界に新風を巻き起こしていた。すでにカビュ、ジョルジュ・ウォランスキ、ジェベから活躍しており、レゼールもここで独自の画風やキャラクターを生み出すことになった。1966年からコトリブ、アレクシス、ジャンクロード・メジエール、ニキータ・マンドリカラと共にピロットに参加。フランス5月革命ではシネやウォランスキと共にアクシオンに、 風刺画を掲載した。アラキリが発金処分を受けた後、これに代わる新聞として創刊された、シャルリー・エブドに参加。ジャーナリストのピエール・フルニエが、エコロジー運動の一環として創刊した、ラグル・ーベルト、メタル、ユルラン、レコーデ・サバヌ、ルモンドなど、多数の新聞、雑誌に風刺画を掲載した。奇抜なデザインのレゼールの墓代表作は、アンチヒーローの典型となった。 プロデグラスであり、その他、新聞、雑誌に掲載された、風刺画を集めた、イルズ・ソン・マチャス、ラファミー・ユア・ブーロ・イ・エヌ・バカンス、ラビエユーユ・グランド・ウェア、ビブレ・ファムズ、ラビデ・ベットなどがある。とりわけ、レコーデ・サバーヌに連載された固有種との共作、セールズブログは、多くの読者を獲得したが、彼の死により中断し、やがて、フィリップ・ビュイルマンが受け継ぐことになった。 1983年11月5日、骨肉腫により死亡。モンパルナス墓地に埋葬された。42歳だった。1974年に、ベルギーのバンドデシネ賞、サンミッシェル賞を受賞。1978年、アングレーム国際漫画サイングランプリを受賞。ありがとうございます。